いやイケボのイケメン、みんなの勇者だよ。えーと、今回は、とびっきり簡単にできるのに、とっても美味しくて奥が深い、そんな料理を紹介していくよ。えちなみに、ご飯と卵とおせうゆを使うんだけど、何作るかわかるかな君の想像をはるかに超えていくと思うよ。わかんないヒントは、名前は3文字。 わかったかな聞いたことないかもしんないけど、これ、作っていくんだ。卵かけご飯おっと、失礼。えー、というわけけで卵かけご飯を作っていこうねえー、っと、ご飯炊くとこからやると長くなっちゃうのと、卵片手で割った後にね、あの、白いの取るのに時間食っちゃうから、もう乗っけてきたよ。というわけで、行こうね。あ、わかるこの、パンダちゃん。 味の層まずは味の層をかけすぎたかけすぎちゃったうんまあとにかくちょっと控えめぐらいね今のねそして昆布醤油そういつでも新鮮本当かなをちょっと割ってちょっと待って片手じゃやりづら片手じゃやりよしちょっと白身とかも巻き込んで中に入れておいて ちょっと待って。君と会うからさ、ちょっと、動画撮る前に、シャワー浴びてきたんだけど、ご飯冷めてない。まさかね、君への愛は冷めないからね。というわけで、混ぜたじゃん。そして、形片手じゃやりづらいな。で、おせうゆを、ちょっと、入れて、形片手じゃやりづらいな。よし。よし。 よし、本調子になってきた。んで、真ん中を、いい感じに、混ぜると。そして、ちょっと、防壁を残しつつ。よし、こんな感じで。<laughs> いいね。ちょっと、もこもこしてきた感じ。そう、こんな感じでやったら。うん、やみ。 さあ、行くよはいネギちゃんネギちゃんを置いてそしてちょっと敵は変わり敵はそしてよしカつオさんちの武士をここにも置くとよしそうしたらよいしょまた 精油を追加で突っ込むと。そしてこの後が重要だよ。少し混ぜたら。この防壁を崩しつつ食べていこうね。こうやってね。そうすると食感が柔らかいのと硬いのが残るからね。行くよ。あー、うん。どうもいしいじゃあ僕も行くよ。うん No.